ちは。食事で結果を出す専門家、柏原幸男です。私はご飯とお味噌汁を食べる食事をおすすめしていて、ご飯しっかり食べてねっていうのをずっと言い続けていたら、結果的に農林水産省とかお米の、ね、大きな業界団体さんとか、またはお米の流通をする企業さんなんかからいろいろこうお問い合わせとかこう、ね、ご依頼をいただくようになったというところがあるんですけれども、今世の中全体でお米に対して情報がこう、ね、悪い方というか悪者の方に、米はあんまり食べない方がいいっていう論調がすごく強くなっているんですけど、もともと私たち日本人はご飯ばかり食べて、ご飯をいっぱい食べてきた、そんなこう、ね、国で、で、まあ、お米を作る人たちもたくさんいるという、そんな状況なんですけど、まあ、すごくよく聞こえてくるお話の中に、現代人は糖質過多だと、糖質を取りすぎてるっていう、そんな言葉をよく耳にします。皆さんも聞いたことありませんか？糖質を取りすぎてるから減らしなさい、控えた方がいい、だからご飯はそんなに食べない方がいいよっていう、こうね、形で言われることが多いんですけど、まあ、実際にそうですね、ちょっとデータを見ていただきたいと思います。はい、こちらはお米の消費量の推移です。で、戦後のお米の消費が、戦後すぐは消費少ないんですけど、そこからぐっと上がって現代にかけてはひたすら消費が落ちてきてるっていう、そんな状況です。もうですね、40年ぐらい前と比べると半分以下の消費量になってるんですね。こんなに食べなくなっているわけです。半分以下ですよ。それなのにご飯食べ過ぎてるって言われるのはなぜなんでしょうか。で、現代人は糖質過多という言葉、糖質ってご飯だけじゃないですね。パンや麺やその他、砂糖類なんかもですね、みんな糖質です。で、その中で圧倒的に消費が落ちてるのは、ご飯、お米の消費になります。で、このお米がどんどん食べられない状況になってきている中で、でも糖尿病が増え、メタボも増え、ね、最近ではなんかがんの時もお米が悪いなんて言ったりするんですけど、いや、お米をいっぱい食べてる時代の方が、時期の方が、まあね、そういう関連すると言われてることが、リスクが少ないですね。で、そういう病気も食事だけじゃない、いろんな要因がありますので、一概には言えないところではありますが、お米を食べ過ぎているということはちょっと見直していただくといいのかなというところですね。で、一人当たりが消費するお米の量、今年間で一人が消費するお米、だいたい54キロぐらいなんですね。54キロと言われてもなかなかこう実感が湧かないと思いますけど、これお米の量にすると1日1人1合ぐらいの量になります。1合の米を炊くと、だいたいお茶碗2杯ぐらい、軽く2杯ぐらいですね、という量がだいたい1人当たりの平均の量というふうになってますけど、ね、一般的にはもっと少ない人が多いような気がします。はい、で、このお米の消費がものすごく落ちていることと、糖質過多、どんどん糖質が増えてますって言われること、ね、何を根拠に糖質過多と言われているのか、もう一歩言うなら、ご飯以外の糖質を取りすぎている人はいるかもしれませんが、ご飯自体はどんどん食べなくなっていて、
むしろ足りないという状況なのかなというふうに私は思っています。はい、今日はお米の消費から、ちょっと考えてみるというお話でした。ご覧いただきありがとうございます。